人の心を読む能力をテレパスという。何？どうしたの急に。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。前回ね、エリカ結構苦戦したけど、今回夏目も苦労しそうな気がするんよね。めっちゃ苦戦しそうな気がするんよね。まあ、しかしちょっと挑んでいこうじゃないか。ここよね、きっと。うわ、すげえ、なんか、なに、え、建物の中に高層ビルが。え、すごすぎる。オースミラインチャンピオン、きらびやかで驚いたか。関東地方一番の都会、ヤマキシティジムには挑戦者も多い。レベル45以上のポケモンを持っているくらいの強いトレーナーでないと、この先には進めないぜ。お前はどうだ？ヤマブキジムに挑むなら、レベル45以上のポケモンを俺に示してくれ。45以上、おったごろん。はい、大丈夫。問題なし、レベル45以上のポケモンだ。さあ、ジムリーダーの夏目のもとに飛んでいけ。あ、ワープ式なんやね、なるほど。これワープで出てい、あ、必ず人がおるとこに飛んでる、行くわけではない。あ、ってことはこれなんかめっちゃ最短ルートで行くことも可能ってことなんかな。まあ、確実にレベル上げながら行った方がいいと思うけどね。どうも。見えない力を使うエスパーを怖いと思うか。まあ、怖いと思う。多分ね、日常で出会ったらだいぶ怖いと思う。サイキッカーのカズエが勝負を仕掛けてきた。なんか、透かしてんな。お、でも使うポケモンはヤドランとかなんやね。この辺のポケモンはちょっと、ピカチュウとかで行こうかな。ピカチュウ。はい。え、レベルは何歩ですか？あ、もうほら、見て。一人目からレベル41とかなんやけど。やばくない？私ピカチュウレベル35とかやろ。え、やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。いや、しかし、ここでね、ピカチュウと私との信頼関係が。よし、行け。10万ボルト。もう全然ゴーストタイプ関係ない関係ないとこで行くけど、電気タイプに対して水タイプの、結構効いてる。ちょっとびっくりするぐらい効いてるんだけど、やめて。やめて。一応10万ボルトで、だ、でも2匹持っとんやね、この人。次は誰ですか。ゴーストもこの間にちょっといっぱいレベル上がってほしいんやけど。ユンゲラってことは入れ替えましょうか。じゃあここでゴーストかな。よし、来い。でもこれどうなんやろう、いけるかな、ゴースト。なんかね。一応ゴーストからゴーストに進化はしたけれどっていう感じやけんね。エスパータイプ相手にゴーストタイプやったよね。違った？違わんよね。そこからもう不安になってきたんやけど。もうめっちゃ不安になって、あ、待って、一発なんやけど、効果抜群やん。あ、これ私夏目ダメだわ。これ私夏目ダメだわ。ちょっと結局ゴローンに頼ることになるけど。ゴローン出てきて。逆？もしや逆？まさかの、まさかの、これあれやない、ゴーストタイプがエスパータイプ、エスパータイプがゴーストタイプに効果抜群なんじゃないん。ちょっとどうなん、ダメやん。ってかマジで強いんやけど。ゴローンがやられたよ。私ゴローンが一番強いんですけど、持ってるポケモンで。つらつらい。だって一人目よ、これ。一人目でこれはちょっとね、よろしくない。いや、よろしくないよ。やめてー、やめてー。不思議花の方がまだ耐えてくれるんやけど、どういうこと？どういうことなん？不思議花楽勝なんやけど。謎。はい、EV レベル37。37とかじゃダメやろ。こういうこともあるのか。まあね、ちょっと、科学では、科学じゃないね。科学じゃないね。エスパーが恐れるもの？まあ、なくはないじゃね。ゴーストや虫、それに悪タイプってとこ、やっぱりゴーストあれやんね。え？
何お互いに効果抜群なのもしかして。え、まさかの。ちょっと私回復してくるわ。はい、帰ってきました。さーて頑張っていきましょう。ゴースト倒れられたんじゃレベルも上がらんけんねえ、もう本当何だってこれさ、エスパーとゴースト、もしお互いに効果抜群なんやとしたら、レベルの高い相手の方が確実に勝つやん。ダメやん。お主、迷えるトレーナーか。迷ってここに来たわけじゃないよ。挑みに来たんだよ。一応、一押しの切り絵が勝負を仕掛けてきた。迷ってね、こんな建物の中まで入ってきたらびっくりするよね。お、ゴースト来たやん。マジで。え、ちょっと待って。え、ちょっと待ってよ。え、ゴースト来たんですけど。マジでゴーストタイプも使うの？エスパータイプの使い手が集まってるわけじゃないの？違うんすか？え、これどうなん？お互い？え、でももしお互いじゃなくて、タラターンにあの時の技がとかって言うんやったらさ、これ圧倒的に負けるんやけど。あ、でも効果抜群やね。あ、一応レベルがあれなんか。サイコウェーブ。全然効果抜群じゃない。どういうこと？え、だってさ、あの時さ、相手が使ったのって、あれじゃなかった？サイコキネシスじゃなかったっけ？え、ってことはやっぱりさ、やっぱりさ、あれやん。あ、あれやん。別にエスパーが、エスパーが効果抜群ってわけじゃないってことよね。え、なんだ？何が効果抜群だったの？ちょっと意味がわからないんだけど。どういうこと？どういうこと？とりあえずまあなんか当たり障りのない草タイプにしてみたんだけど、どうでしたろうか。さあ行け、花びらが舞い。もうなんかここあれじゃない、ゴーストじゃなくって不思議花大活躍で終わるんじゃない。なんかそんな感じするよ。お、ミュウレベル42。ミュウもちょっと着実にレベルが上がっていく。よきよき。いや、これまた私はそのまんま不思議罠でいきます。ほら絶対山吹シティチームの私不思議罠大活躍で終わる気がする。だってね、ゴローンもゴーストタイプにはちょっと、ゴーストタイプじゃないの、エスパーか相手は。そっか、今がたまたまゴーストタイプなだけか。頑張って耐えて不思議罠。花びらの舞。よきよきよき。そしてゴーストのレベルも上がっていただきたいな。あ、混乱してる。大丈夫か。お、不思議バナレベル、不思議バナレベル43。よし、いいぞ。ゴローンレベル47。どんどん上がってく。大爆発、大爆発はちょっとね、あれやろ、自爆と一緒やろ。いいよ。それはいいよ。迷いなき強さよ。だって挑みに来たんだから。めっちゃ言い淀んでしまったけど今。迷ってジムリーダーまでたどり着けるか。高きところを目指すのじゃ。それは分かってんだけど、何、上上、あ、ちょっと間違えた。入るところ間違えた。それ来たところだよ。あ、違うとこやった。え、違うとこやったんやけど。どうも夏目さんは私より年下ですが、彼女を尊敬しています。マジで。あ、でもあれか、夏目ってさ、めっちゃ若かったよね。確か全然10代とかやったよね。なんか中学生とか高校生ぐらいじゃなかった？あれ、ルージュだってあんなんやったっけ。なんか顔違くない？あんなんやった。あんな気の抜けた顔やったっけ。いや、気の抜けた顔は気の抜けた顔やったんやけど。こんなんやったっけ。なんかもうちょっと黒くなかったっけ。あー、じゃあ必ずさ、エスパータイプ相手にさ、ゴーストがやられるんだけど、効果抜群で。なんなん？え、どういうことなん？ちょっと私には全く理解ができないんだけど。そしてゴローンもすぐやられそうな気がするしさ。ゴローン何タイプやったこれ？岩と何やったっけ？なんかよく覚えてないんやけど。とりあえず岩なだれで。サイコキネシスが強いんよね、なんか。岩なだれ。よし、いいぞ、いいぞ。当たれば強いん。あ、しかも効果抜群やん。岩タイプいいの？それは？エスパーにいいってこと？
そういうわけではない。負けてしまいました。そういうこともありよ、しょうがない。力が互角ならば気持ちが強い方が勝つのですよ。夏目さんに勝ちたいと強く念じてごらんなさい。念じます。そして回復してきます。はい、戻ってきました。次はどこへ進めばいい？てか、あと何人いるんだ、トレーナーは。なんか、高みを目指せって言ったけど、なんか、上の方のワープを使えばいいんかなーみたいな。ちょっと勝手にそう思う。待って、これ違う。え、これここ違うよね。待って、どこなの？もう戻ってきたぞ。え、ってことは、ここの2箇所を使ったけん。え、待って、で、こっちから出てきたよね。ってことは、これ全然高みじゃない。あれ、戻ってきた。戻ってきたよ。どれだ？これか？え、ここから出てきたんやったっけ？え、右上から出てきたんやっけ？あ、ちゃんと進んだ、進んだ。よかった。これで、次、こっち。これ、どういう仕組みになっとん？なんなん、あれ。どんだけ奥行きあるの？お、新しいとこ来たよ。君は私とポケモンを戦わせる。戦わせますよ。何それ予言？わかるやん、それ。それぐらいわかるやん。祈祷師のイマリが勝負を仕掛けてきた。おお、3匹持ってる、この人。ゴーストか。ってことは、不思議花で行きましょう。っていう、ちょっと意味のわからん感じやけど。はい、不思議花を出していきます。出ておいで。もうあれかな、夏目まで行ったら、ポケモンレベル50とかまで行くんかな。やだやだ、無理。そんな強いのいないし、ゴローンもなんか一発でやられるからやだ。あー、やめて。いけ、花びらの舞。おー、一発でいけない。あれ、さっき一発じゃなかったっけ、花びらの舞で。違ったかな。レベルが上がったのか。でもレベル40やったよね。ほらほらほら。オッケー、さあ次は誰を出してくる？誰の、お、ゴーストか。じゃあこのまんま行きます。私3匹ともゴーストやったりするかな。3匹目ゲンガーとかそういう感じ。あれよね、夏目は多分ユンゲラーとかやったよね、確か。お、いいぞいいぞ。なんかさっきより強くなった気がする。あー、でも疲れた。不思議花が疲れ果ててしまった。頑張って。でもあれよね、この1回分の PP の消費量で3回ぐらい花びらの舞やってくれるけん、めっちゃいいよね。さあ行け。オッケーオッケー。さあ次のポケモンは、この辺ゲンガーっていう可能性はまあある。あ、ゴーストや。3匹ともゴーストや。そのまま行きます。やはり不思議花大活躍。なんだお前ら、不意打ちばっかりだな。卑怯だぞ。卑怯だぞ。やめてー。頑張って、不思議花。おー、あー、やけど。あ、これは何、攻撃技じゃなくってやけどを負わせるだけっていうこと？体力減ってなかった気がするんやけど、さっきのではいかにも体力減りそうな感じやったけどね、攻撃の見た目が。スギバナ結構耐えてくれるな。防御力が高いのか。オッケーオッケー。お、ゴーストレベル37。ちょっと新しくいい技覚えてくれない、ゴーストタイプの。くっ、やはり私が敗れたか。そこまで予知していたということ。こういう結果は分かってた。そう、これが予知能力だ。なるほどね。私どこから現れたっけ。ちょ、そこがわかんないんだけど、ここは違ったかな。あ、でも違うとこに出たね。どうも。あ、違う、ピカチュウじゃない。ピカチュウじゃないよ。ピカチュウはアイナが勝負に勝って嬉しいみたい。お、これからも勝っていくよ。夏目さんは若くしてこのポケモンジムを仕切る実力者。簡単には合わせないぜ。いや、合わせていただきます。これ次ぐらいじゃない？夏目にたどり着くの。違うかな？エリートトレーナーのカオルが勝負を仕掛けてきた。なんかここ女の人だらけやったけど、
お、ユンゲラ？ユンゲラですか？あれユンゲラかな？よね、よね。で、ですよね。でもこれなんか全然効かんねよね。どうなんやろう。悪の波動とかの方が効くんかな。なんか悪も効くって言ったよね。はい、一発。待って、ゴーストマジで活躍しねえな。どういうこと？え、マジでどういうこと？全然活躍してくれんくれん？本当にゴーストタイプ苦手？絶対やれやん。もうなんか、苦手やったんかもしれんけど、やったんかもしれんけど、苦手すぎて超克服してやろみんな。ありえない、ありえない。ほら、ゴロン、岩なだれ。よし、いいぞ。攻撃が当たりさえすれば不思議花と比べてこっちは一発でいけるんよね。お、またしてもユンゲラ2匹よね。オッケーオッケー。あ、でも先に攻撃されるかな、これ先に攻撃をされないのであれば岩なだれで一発でいっ、あ、ですよね、そっち行きますよね。耐えないよね。だって1回目でだいぶ削れたもん。くっそ、どうしよう。不思議バラのあとちょっとないよね。でもここで EV、 ここで EV 行く。まさかの EV 登場しちゃいます。イケイケバブルとか行こうか。え、いける？レベルもだいぶ低いんだけど。あ、でも全然耐える。コロンより全然耐えるんだけど。あ、で結構吸い取るね。これあれやない、この調子でいったらさ、吸い取って吸い取って吸い取って、こっち回復もするし、でも思ったより体力削ることもできとるし。あはダメだね、これ吸い取る以上に多いわ。やっぱりこっちのダメージの方が結構いけるかなと思ってんやけどね。さすがにちょっと無理かな。サイコキネシス、そんなに撃つのやめてよ。ほら、ごめんね。ごめんね、イーブイ。走って戻ってきた。よし、ミュウで。同じくエスパータイプのミュウで。さあ、あとちょっと、多分あと一発ぐらいでいけるんじゃないかなとは思うんやけど、レベルは一緒だ。よし、ここはスピードスターで。よし。よし。地味な勝利。エリートトレーナーのカオルとの勝負に勝った。負けてしまった。目に光を戻して。教えてやろう。かつて山吹には2つのポケモンジムがあった。同一試合に負けたのが隣に格闘道場だ。なるほどね。だからまあ同じような看板が立ってあるってことかな。さあちょっと私は、またしても回復に戻ります。はい、帰ってきた。さあここまで来たけれど、次は、帰ってくるのにもめっちゃ時間かかるんだけど。もうなんか迷子になるんだけど、マジでこれ。え、最後はあれかな、一瞬で入り口まで戻れるんかな、ちゃんと。待って、どこだ、どれだ、どれに入ればいいんだ。ん、これ進んだ、なんか戻ってきてない、気のせいかな。ちょ待って、これ絶対戻ってきたよね。どれ、どこなの。ちょ、迷子なんだけど。迷子なんだけど、助けて。じゃあ、あと行ってないのこれか。これで先に進めるはずでしょう。ふぅ、来た来た来た。はい、どうも。山吹ジム、マタロのエスパー養成所。お前、夏目に会おうとしてるな。そうだろ。わかってるんだ。いやでもさ、エスパー養成所とか言うけどさ、ゴーストタイプしか持ってない人普通にいっぱいいたよ。ねえ。サイキッカーのヒロミが勝負を仕掛けてきた。よし、来たー。スリーパー。でもゴースト、あれでしょ？一発でやられちゃうんでしょ？どうなのよ。なんかこっちがさ、技を出す前にやられちゃうからね。どう、悪の波動とか。効果抜群でこれとかやばいやろ。で、ほら、サイコキネシスとこっちに効果抜群なんやろ。ほら、一発。お互いに効果抜群で、レベルの差でやられるっていうね。やっぱり悪も効くんよね。
聞くけど、これなんだわ。これなんだわ。全然ダメなんだわ、ゴースト。よし、ってことで、まあ、いつも通り、杉原に粘っていただきましょうかね。いい感じ、いい感じ。スリーパーもしかして催眠、あ、そうか、催眠術以外もあるんか。さっきサイコキネシスしよったもんね。はい、オッケー。オッケー。あー、もう疲れた。早いよ。早いよ。もうちょっと耐えて。お、ピカチュウレベル36。あ、一匹だけ君。ぐわーって顔はしてないよ。なんかすごい半目やしさ。そうだ。人の心を読む能力をテレパスという。何？どうしたの？急に。こっから出てきたんやったっけ？さっき私。ってことはこっちかな。あ、これたどり着いたよ。やったー。たくさんの観客に見守られながら帰る場所はこれってことかな。よし、頑張ろう。いやー、高い高い高い。え、なんなの、なんかあれ、ヘリとかで中継されよる、もしかして。やっぱり来たわ、予感がしたのよ。何気にスプーンを投げたら曲がって以来、私エスパー少女なの。戦うの好きじゃないけど、あなたが望むなら私の力見せてあげる。目が怖いです。とてつもなく怖いです。なんかあれよね、アニメの時さ、夏目って一番最初出てきた時なんかめっちゃ小さくなかった？ 5、6歳ぐらいの感じじゃなかったっけ。操られとったよね、確か。よし、不思議花行こう。もう頼れるのは君しかいないわ。頑張っていこう。花びらの舞。あ、てかあれか、一番最初に出してくるポケモンの時点でもうレベル43なんやね。やばいな。それは非常にやばいな。ほら、不思議ば、サイキ光線効果抜群なの？え、今のサイキ光線やったよね？違う？え、そうよね、きっと。え、やばいぞ、やばいぞ、頑張って。じゃ、あと1回ぐらい、あと2回かな。耐えてー。不思議バナが、え、サイコキネシスさっきから効果抜群やった。不思議バナ、え、待って、全然そんな感じがしなかったんだけど。え、マジで、え、つらい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 。これはどうなの、いけないんじゃないの。やばいよ、いや、やばすぎるよ。さ、耐えてー。岩流れ、いいぞいいぞ。とりあえず1匹はやっつけたけど、何匹持ってんの。3匹かな。お、ヤドランってことはピカチュウでいけるんじゃないかな。どうかな。あ、4匹持ったね、マジか。4匹じゃちょっとちょっときついかもしれない。ヤドランって言ってもレベル高いですよね。ヤドラン、そんなにでかかったっけ。なんかもう姿まででかく見えるんだけど。当たらないし、マジで。ちょっと光の壁がなくなった。まあ大して関係なかったと思うけど、打ち相手には雷いけ。あー、一発じゃいけなかったな。これと麻痺したよね。どう？おっす、オッケー。次でいけるんじゃないこれ。なんとか。いけ、雷。これで多分やっつけたよ、ヤドラン。オッケー、オッケー。やったね。よし。これであと2匹。あと2匹頑張ろう。さあ、誰や次は。ルージュラ。よし。もうなんか辛い。もうなんかすごい辛いんやけど。ゴローン出てきて、ゴローンよ出てきて。不思議花がおらんなったことがちょっとだいぶ辛いんやけど、いけるかな。これ耐えられるだろうか。とりあえず、あー、ゴローンが、ゴローンがトゲがめっちゃ取れたよ。よし、ミュウで行こう。
ちょ待って、私あれよね、多分元気のかけらかなんかを持っとったと思うけん、それで不思議花を復活させようかな。ちょ待ってね、元気のかけら持っとったよね。13個あるやん。ってことやけん、これちょっと不思議花に使って、でその後不思議花をちょっと回復。よし。え、回復持っとったっけ私。ちょ、そこない。あ、元気の塊使えばよかったんじゃない？ほら、でも1個しかないんか。ってことはちょっとそのまんまの方でいい。え、あれってどれぐらい回復したんやろ。スピードスター。あ、全然全然だ。エスパーは、あ、でも向こうも全然な感じやね。ってことは最高ウェーブどれぐらいいく？ちょっと使ってみるね。あ、スピードスターより全然こっちの方がいい。キャー、寝たー、寝たよー。起きて起きて、むにゃむにゃじゃないよ。かわいいけど、かわいいけどむにゃむにゃじゃないよ。起きて起きて、向こうの攻撃があんまり効かんっていうことがちょっと救いだからね。あー寝てる。なかなか起きないっすね。ちょ、じわじわと削り取られていくよ体力が。そろ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 起きてもいいんじゃないかな。全然だな。なんかルージュだってさ、昔もうちょっと気持ち悪かったような気がしたんやけど、これなんかアローラタイプやったりとかする？そんなことないんかな。ず、なんかもうちょっとさ、口紅赤かった気がするし、顔も黒かった気がしたんよね。なんか可愛くなったよね。え、確実に可愛くなったよね。なんかちょっと違うぞ。ピンチで泣きそう。ちょっと待って、多分あと一発でいけるはずやけん、スピードスターでいくわ。いっけー。あー、びっくりした、耐えられたかと思った一瞬。オッケーオッケー、これで耐えられとったらね、サイコウェーブの方が良かったってなるけど。あ、フーディンかユンゲラーじゃなくて、入れ替えますかね。あ、でもどう？ちょっとギリギリまで耐える。よし、頑張るわ。頑張るわって、でも多分一発でやられると思うけど、一発でやられてしまうとは思うけれど、とりあえずほら、サイコウェーブで。あー、一発だけでもちょっと攻撃与えれるかなと思ったけど、無理。あ、耐えた。マジで、ちょっとミュウ、悲しませまいと。耐えたやってすごくない？ちょっと、賢い。ちょ、賢いんやけど。じゃ、次こっちの攻撃ターンにしてくれんかな。クソ、ダメか。これはもう耐えれんよね。ごめんね、ミュウ、ありがとう。超いい子だった。ミュウのことは忘れないよ。いや、まあね、ポケモンセンター行ったら復活するんやけどね。よし、不思議花来い。これは半分ぐらいは、あ、半分回復したんかな、多分。よし、ここで、花びらの舞だ。あ、でもこれ一発でいきそうな気がするよね、なんか。あ、耐えた、ありがとう。みんなとの絆が、みんなとの絆がここで、よっしゃー、やったね。耐えてくれてよかったー。オッケー。お、イーブイレベル38。負けるなんて、とてもショック。でも負けは負け。私の勝負の甘さを潔く認めるわ。よかった。ちょっと全滅するかと思ったよ、途中ね。めっちゃ悔しそうな顔するね。勝った証にゴールドバッジをあなたに差し上げましょう。これで、レベル50まで大丈夫になったんかな。いいね。アイナーの爪からゴールドバッジをもらった。ゴールドバッジで誰かにもらったポケモンでも、レベル、あ、60までか。レベル60までなら言うことを聞きます。それから、技マシーンを持って行って。最高記念室かな。アイナは夏目から技マシーン33、瞑想をもらった。一回も使い寄らんかったやん。よくそんなものを勧めるね。技マシーン33は瞑想。精神を集中させて特攻、特防を上げるわ。超能力は限られた人の力ではないわ。誰でも持ってるのよ。ただそれに気がつかないだけ。私も超能力使ってみたーい。イーブイは勝利のうれしさが全身に現れている。
いいね。イブレベルも上がったしね。頑張ってくれたわ。こっちから帰れるんかな。入り口まで行く？これ。はぁ、よかった。ありがとうございました。はぁ、よかった。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。よかった。もうなんか前回のね、エリカの時も思ったんやけど、今回ももう本当全滅するかと思ったね。ギリギリでの勝利。